アホチンで辛いブリスターズ、2桁のお笑いボロボロ負け、打線は打線で苦しい、相手はとこだ、すでにワンサイド、下位打線と条件悪いとはいえ、ノーアウト満塁で1点止まり、点は取れないな。初借金突入の次の試合の先発が、和間口って、絶望感が強すぎるな。いつも通り追い再生したが、3回で今日は終了、ジャクソンはちょっと想定外やね。筒香復帰のニュースがなかったらストレス溜めてる。アメリカで本当にもがいて頑張ってるなって思ってた。レスターズへお帰り。こんなに負け続けてるのに3位なのね。ジャクソンは初登板は良くて、その後2試合崩れちゃってるから全くバウアーと一緒です。負け方あんな点差じゃ負けるわな。筒香がベイスターズに帰ってきた日に国吉が勝利投手だよ。敗戦お疲れ様でした。悪い流れが続いてるな。明日は浜ちゃん頼むぞ。明日は今当たってる宮崎を生かすような打順に変えてほしいな。他のチーム見ても打順いらって復活しているのが多いし。ご視聴ありがとうございました。